伏見城。伏見城は、現在の京都市伏見区桃山地区にあった、日本の城。伏見の桃山地区は、東山から連なる丘陵の最南端に位置し、南には、小倉池が広がり、水運により、大阪と京都とを結ぶ幼少の地であった。伏見城は三度にわたって築城され、最初の城は朝鮮出兵。文禄の約開始後の1592年。 文禄元元年8月に、豊臣秀吉が隠居後の住まいとするため、伏見市月、現在の京都市伏見区桃山町大長老あたりに建設を始めた。この時築かれたものを、市月伏見城、後に、近隣の小畑山、桃山丘陵に採築されたものを、小畑山伏見城と呼んで区別され、さらに、小畑山伏見城は、豊富期のものと伏見城の戦いで消失した後に、 徳川家康によって再建された徳川紀都に分けられる。豊臣紀の伏見城は豪華な様式が伝わる。四月に築かれた伏見城は築城開始から2年後の1594年、文禄3年に秀吉が入城し、さらにその2年後の1596年、文禄5年に完成を見るが、その直後に慶長伏見地震によって倒壊した。このため、 四月から北東約1キロメートルの小畑山に新たな城が築き直されることになり、翌1597年、慶長2年に完成した。しかし、秀吉は、その1年後の1598年、慶長3年に城内で没した。秀吉の死後、その遺言によって、豊臣秀よりは伏見城から大阪城に移り、 かわって後退路筆頭の徳川家康がこの城に入り政務を取った。関ヶ原の戦いの際には、家康の家臣、鳥居元忠らが、伏見城を守っていたが、石田三成派の政軍に攻められて落城し、建物の大半が焼失した。なお、建てこもっていた徳川家の家臣らが自刃した建物の床板は、供養も兼ねて、京都市の養原院、員、静電寺などで天井板として、 再利用されたとの言い伝えがあり、血天井として、現在も生々しい跡を見ることができる。ただし、徳川家家神羅の自陣した建物が消失を免れた記録や位置区を裏付ける資料はなく、信憑性は定かではない。静電時の天井板はかつて科学的調査がされ、その際、人血であることは確認できなかったが、血液型は数値検出されたとする。 聖伝寺形出新聞記事。消失した伏見城は1602年、慶長7年頃家康によって再建され、1619年、玄羅5年に廃城とされた。この時建物や部材は二条城、淀城、福山城などに移築された。伏見城の後には、元禄時代頃までに桃の木が植えられて、桃山と呼ばれるようになり、現代に至り伏見城は、 桃山城あるいは伏見桃山城とも呼ばれるようになった。伏見城の原型とも言える施設は、豊臣秀吉が1591年、天正19年に、関白の暗いと京都における、成長寺落大を豊臣秀寺に譲った際に、自らの隠居所として、伏見の地に築いた屋敷である。この屋敷は、文禄元年、1592年8月11日に、 秀吉が平安時代より、寒月の名所と知られる四月周辺を散策して、同月十七日に場所を決定し、二十日には着工が決められた。ついで八月二十四日に区画割りが開始され、九月三日には建設が始まるなど、工事は急ピッチで進められた。また、同年十二月に秀吉が文禄の役で、 名古屋城在人中に利休好みの趣向で作らせるよう指示を出している。この際、樹楽城下から多くの町民が移住したと考えられ、現在も樹楽町、須坂町、上泉園町などの地名が伏見地区に残る。城と秀吉によると伏見城の築城は、初めから秀吉が豪壮華麗な城として築こうとしていたと考えるのは創計である。 当初の計画では、あくまでも隠居として、屋敷が前にするつもりだったと思われているとあるように、当初は、城というより邸宅としての性格が強かったと考えられている。隠居屋敷は1593年、文禄2年9月には、伊達政宗との対面や徳川家康、前田利家との茶会に用いられるなど、おおむね完成したと思われる。1593年、 文禄二年に入り、民との講和交渉が動き始め、民の施設を迎え、日本の国威を見せつける目的と、同年8月3日に十願、豊臣秀頼が生まれ、十願に大阪城を与えると想定したことで、隠居屋敷は大規模な改修が行われることになった。文禄三年、1594年10月頃より、宇治川の流路を小倉池と分離して、 伏見に導き城の外堀とするとともに、城下に大阪に通ずる港を作り、小倉池には、小倉堤を築きその上に街道を通して新たな、大和街道とするなど大規模な土木工事が行われた。また宇治橋を移して、四月と向島の間にかけ文後橋としたとの伝えも、あり、都から大和、伊勢及び西国への人の流れをすべて城下に、呼び込もうとした意図が伺える。 戦国の県城によると、交通の要衝を完成する政治、軍事施設として築城された。本拠である大阪と朝廷に影響力を行使する、樹落大、おいで関白の秀次が所在の間に位置する城として、二元統制を行う秀吉に、大変交通合な場所であるとしており、隠居屋敷は、大阪城に付随する、隠居用の屋敷から秀吉の本城へと意図を変えたと、考えられる。 ついきは1594年、文録3年から本格的に始まり、不審奉行に佐久間正美が任命され、石材は佐抜国小土島から、木材は土佐国、出羽国からも調達され、同年4月には淀ド城から天守、ヤグが移転された。同年10月には電車が完成し、翌1595年、文録4年に秀デ事件が起きると、 同年7月には破却された、樹落台からも建物が移築され、宇治川の対岸にある向島にも伏見城の市場、向島城が築城された。また、1594年、文禄3年末より、城下町の整備も行われた。とあり、浅野長政、前田玄威、増田中森、山中長都市の家臣団屋敷、大名屋敷があった。翌文禄5年、 1596年ルー7月12日深夜から13日にかけて地震が起こった。この頃、近畿地方は大小の地震が頻発しており、豊臣秀吉も、南松大寺都市伏見城の地震対策に力を入れていたが、後に、慶長伏見地震と呼ばれることになる。この地震はそれを上回る大地震となり、天守の上に層が倒壊する大きな損害を受けた。慶長期によると、 民施設は、うるう七月十八日、つまり、京長伏見地震から六日後に馬揃えを行う予定だったが中止となった。この時、豊臣秀吉は伏見城におり、東大期によると女七十三名、中井五百名が死亡したが、豊臣秀吉は無事で、建物としては台所施設が健在だったらしく、そこで一晩を過ごした。夜が明けて、四月伏見城から、 北東の1キロメートルにある高台、小畑山に仮の小屋を作り、豊臣秀吉もそこで避難生活を送っている。この地が小畑山伏見城となる。なおこの災害を契機としてこの年10月27日には、慶長に改元された。伏見城は大きな地震に見舞われたが火災は起きなかったようで、矢倉や電車の木材などが再利用可能で、東大地によれば、 とあり、地震が起きた2日後、同年うる7月15日には、小畑さん伏見城の作事が着手されている。本丸が完成したのは、同年10月10日であった。城と秀吉によると、こうしたスピードは、建設資材のかなりの部分が再利用されたからこそ、可能だったものと思われる都市、リサイクルによる追記の速さを指摘している。ただ作事に先立ち、大規模な不振。 土木工事が必要だから、このスピードの裏にはそれ以前に小畑山井天計画があり、不審がすでに始まっていて、作事も着手されていたとの推測も可能で、実際、文禄3年1月の日付を持つ小畑山城の縄張り図も残る。慶長2年、1597年5月には、天守閣と電車が、さらに、同年10月には、茶庭が完成した。築城が終わった。 伏見城は、本丸の西北に天守閣があり、西方に二の丸、北東部に松の丸、南東部に名古屋丸、車下には三の丸、山里丸等の車を配し、出丸部分を加えると十二の車が存在した。城と秀吉では、名古屋城の縄張りに類似しており、これが秀吉好みの車配置だったのではなかろうかとしており、 伏見城と名古屋城の類似性について指摘している。この時期伏見城の築城と並行して名古屋城の築城、宝光寺の大仏殿建設、大阪城の三ノ丸と総構、そして樹落台の破却等が行われていた。このことに対して、秀吉の城によると土木工事に費やした労力と財力は、想像をはるかに超える莫大なものであったろうとし、この時に、 豊臣秀吉が費やした不信について評価している。慶長2年、1597年5月に天守閣が建設された時に、豊臣秀吉が移ってくる。義援受号日記によると、と途上の様子が伺える。豊臣秀吉は、大阪城と伏見城を行き来していたが、晩年は伏見城で過ごすことが多かった。豊臣秀吉と後大老に工事を託し、 翌慶長3年1598年8月18日、伏見城で没した。在城期間はわずか4年であった。豊臣秀吉の遺言より、豊臣秀吉は翌慶長4年1599年正月に大阪城へ移り、後退老の一人である前田利家が同年3月3日に病死、徳川家康は石田三成を 同年3月10日に沢山城へ追放すると、同年3月13日に留守居役として入場する。その徳川家康も、同年9月には大阪城に移った。この時の様子を、と、島津義弘は伝えている。徳川家康が大阪城に移ると、伏見にあった大名屋敷のほとんどが大阪に移ってしまい、伏見城の城下町は荒廃していく様子が記されている。 徳川家康は、翌慶長五年、1600年6月、藍津征伐に動き出す。この感激を塗って、小早川秀明、島津義弘連合軍は、鳥居元忠が城代となっている、伏見城を4万の兵で、工場、同年8月1日炎上、落城した。この時、石田三成は、木内の建物をことごとく焼き払ったと書状に、記していることなどから、 秀吉時代の主要建築はすべて消防したと考えられる。なお、城と秀吉では、京都市内の複数の寺に、落城の際に自陣した徳川家家臣の地がついた床板を天井に転用したと伝わる、血天井が存在することを根拠に、全、建物が消失したわけではなかったとしているが、これらの天井が、伏見城の床板であった証拠や血痕とされる染ミが、 地によるものである裏付けなどについては示されていない。関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、翌慶長6年、1601年3月に入城し、伏見城と二条城の再建を開始する。再建は、小畑山伏見城を踏襲されているが、壇上丸、大倉丸、徳前丸、お花畑山荘と呼ばれている。 北西部のクルワ軍とそれを取り巻く堀は放棄された。翌慶長7年、1602年6月には、東道高虎が不審奉行に起用され、同年末頃にはほぼ再建がなり、同年12月には、伏見城に起用した。再建された建物の瓦には、豊臣家の家紋、霧門が使われていた。この頃より、大阪城に移っていた大名屋敷が伏見城に戻ってきたが、 関ヶ原の戦い直後に、城下町は焼き払われており、跡地が東西領軍の大名に与えられたと考えられている。翌1603年、慶長八年、徳川家康は、伏見城で、征夷大将軍の宣言を受ける。以後三代、徳川家光まで、伏見城で、将軍宣言式を行っている。慶長十年、1六百五年三月、徳川家康は、 伏見城で朝鮮施設と会見し、文読、慶長の役で関係が悪化していた朝鮮と和議を成立する。同年五殿建設に伴い、徳川家康も本丸から西の丸に移り、さらに二条城に移るが、本丸部分が完成する同年8月20日には伏見城に帰城する。新しくなった五殿で徳川秀忠の将軍宣言が取り行われた。 その後も作事は続けられたが、駿府城の改築により、翌1606年、慶長11年頃には、伏見城の作事も停止され、機材や屋敷も駿府城へ運ばれていった。家康が駿府城へ移った後は、慶長12年に松平定勝が城代となり、また大番等による財番や定番が行われた。大阪の神後、しばらくは二条城が、 将軍三大寺の宿舎、伏見城が拠官用として利用され続けていたが、一国一条例の趣旨からも、領城を維持するのは困難とし、1619年、元那5年には伏見城の廃城が決まり、翌年から城ありが始まった。元那9年、1623年7月16日、徳川家光の将軍宣言が実施されたが、あとあり、本丸部分に、 若干の修復をし将軍宣言が取り行われた。その後完全な廃城となった。伏見城の天守は二条城に、また多くの建物は福山城、淀城に吸収され、それ以外にも全国各地に移築された。徳川家康は聖遺体将軍就任後、江戸城と伏見城を行き来していたが、城と秀吉によると、在城期間を累計すると、 伏見城の方が多いのではなかろうかとし、また近畿の城では江戸幕府も初期の頃伏見幕府と言って用いとしており、初期段階の徳川幕府における伏見城の重要性を指摘している。城石一帯が開墾され桃の木が植えられて桃山と呼ばれたことから後に伏見城の通称として桃山城と呼ばれる由来となった。なお開墾に携わった一族のは 吉村酒造倉元の吉村家と伝えられている。伏見城跡は伏見奉行所の管理とされ、幕末まで立ち入り禁止となっていたらしいが、本丸跡などの主格部分は後に明治天皇の領母、伏見桃山領とされたことから、現在も無許可での立ち入りが禁じられている。2009年2月20日、宮内庁の許可を得た日本考古学協会によって、 伏見桃山寮の本格的な調査が行われ、敷地内に4、5メートルの森土がなされていることが判明したが、城郭を記した歴史的文献には存在しないものであることから未発見の古墳ではないかとも言われている。また、伏見城花肌跡は1964年、昭和39年に遊園地、伏見桃山城、キャッスルランドが建設され、園内には 楽中楽外図に描かれた伏見城を参考にして56階の大天守と34階の小天守、ヤグラ門などを伴った模擬天守が6億円、当時の金額をかけて鉄筋コンクリート構造で作られた。2003年1月、同遊園地は経営母体である近鉄によるリストラの一環で閉園したが、模擬天守は京都市民の運動によって、 伏見のシンボルとして保存されることとなり、無償で京都市に贈与されたほか、敷地を含めて同市により、富士見桃山城運動公園として整備された。ただし、模擬店主については、耐震基準を満たしていないことから内部非公開となっており、バリアフリー対応などを含め改修に数億円かかるとされることから2012年10月時点でも、具体的な活用予定はない。 2007年10月、映画、ジャチャ外の機器撮影のため投影が約1億円を負担し、暴ーの下に虎の装飾がなされたほか、シャチを金色に塗り替えるなど、大阪城に見立てた改修がなされ、これらの装飾は撮影終了後も、同年内はそのままとなっていた。2014年、平成26年9月には、復興転出域50周年で、 記念行事が開催された。現在の定石は、江戸時代初期に破却され、その後、明治時代に、宮内省のご領地とされ、明治天皇桃もも山領証券皇太后もも山寮領となったため、移行調査も容易ではなく、年代によっては、資料が不明な点も多いが、推定復元は試みられている。城と秀吉によると、伏見死月城が、 どのような縄張りだったのかについては詳しいことはわからないとし、四月伏見城がどのような城だったかは不明としている。また、非前名古屋城と天下人、秀吉の城によると、伏見城築城工事に動員された人員の数が、静きの面積に対して多すぎること、発掘調査によっても堀等が検出されなかった、丘陵北側の防備が弱いこと、当時の文献で、 死月と呼ぶものが一例しかないこと等から、伏見城は当初から小畑山一帯を主体部としたとしており、死月伏見城の実に城があったという説を最近の発掘調査などより否定し、小畑山に伏見城の主体があった可能性を指摘している。しかし最近になって従来死月城があったとされていた場所から、秀吉時代のものと思われる石垣が発見されたため、やはり滲木城は、 現在の四月の地にあったものと考えられるようになった。小畑山伏見城時代の縄張りは、標高約105メートルの小畑山丘陵一帯に、比較的複雑な構造をしている。本丸部分は、東西約200メートル、南北約300メートルの長方形を基調に、本丸西側には、側室、淀殿の五点があった、二の丸、西の丸、北東側には側室。 松の丸殿の五点があった松の丸、東側には名古屋丸、南側には四丸、増田長政丸を廃して、北側には本丸から松の丸、そして出丸を返して、北側一帯車群、四つの車と連絡する。さらに二の丸の南西側には、側室、三の丸の御殿の五点があった三の丸、そこから北西側には自分の小丸、石田三成丸を廃し、 その南側に大手が推定されている。地部のシ丸の間際まで及んでいた内堀は、今も部分的に地縁として残る。この城の特徴として、城南東部に山里丸、茶帝学問所の空間があり、その先に宇治川と繋がる船入場が設けられていた。また、宇治川により守られる南方部に対し脆弱な北方については、堀と防類を設けた。堀は、 現在も、堀川として、伏見の街並みを包むように北から南西に流れている。土塁は、ほとんどが破壊されたが、わずかに、伏見区深草サタの胸張る時計台に残る、高さ約6メートル、幅20メートル、長さ約80メートル。なお、四月伏見城時代の様子は、図面の類は皆無、文献も乏しく全くわからない。 徳川紀子畑さん伏見城の天守は二条城へ移築されたため資料が比較的残っているが、それ以前の天守については不明な部分が多い。落中落外図屏風池田本では徳川紀子畑さん伏見城のものと見られる天守が白壁の防老型五重に描かれている。伏見城に移築される以前は豊臣秀康大,大和郡山城の七重天守で、 あったが、伏見城へ移築するにあたり五重に改められたと言われている。しかし、大和氷山城の天守については、伏見城へではなく徳川家康によって二条城へ移築されたという説があり、寛永六年百6 2 4年、徳川家光の二条城改修によって二条城、旧天守を淀城へ移築する代わりとして、伏見城天守は二条城へ移築されたという。 この二条城の関越駅天守は、関越三年1750年に落雷のため消失している。天守台は地形図より本丸の北西部に独立した天守台が残っており、これは徳川家康が再建した天守台である。現在見られている模擬天守は小畑山伏見城の花畑車跡に建てられた。天守、 小天守の連結式天守であるが史実との関係はない。建物の具体的な構造は不明だが、文献資料から伏見城の存在が知られる。多くの建物があったことが伺える。またこの城は非常にたくさんの金瓦が出土している。金瓦とは瓦の上に漆を塗り、その上に金箔を張っている。金瓦の種類としては飾り瓦、炙み 宇がわら、おにしゃちがこぎくがのしががある。城の電車だけではなく、城下町にあった大名屋敷にも吹かれていた。京都市埋蔵文化財研究所には出土した金河原が陳列されている。また、伏見城の城下町には、桃山町毛利長戸西など、人名の屋敷跡と町名表示が同じであった場所が散見できる。 京都市伏見区の町名旧堀内村も参照。これら地名から推察されている屋敷名は、豊臣秀吉時代の家臣団だけでなく、徳川家康の家臣団も含まれているが、大半は豊臣秀吉時代の大名たちである。城下町にはもともと伏見旧号という村落があったが、住民は築城に際して強制移住させられたと伝わっている。 大きさは東西に約4キロメートル、南北に約6キロメートルという広範囲のもので、尾張国中村の住人や、京、大阪、堺、天ヶ崎の職人や商人を居住させた結果、人口は約6万人の大都市が誕生し、一部土類と堀で囲まれた総構えとなっていた。京の城によると、後に全国で誕生する城下町の原型になったと考えられますとして、 伏見城の城下町が近世城下町の先区であったと示唆している。また、キリシュタン大名の小西幸長、黒田長政らは、鬼門の方角、東北に集中して、屋敷地を与えられている。城跡に関しては、発掘調査が容易ではないが、城下町に関しては、数字の発掘調査が実施されている。1991年、平成3年に行われた発掘調査では、 総う前えの堀が発見され、堀は幅34メートルとなっていた。また、北堀でも、幅70メートルを超える堀跡があり、石垣も検出できた。桃山町以外でも V 字をした素堀の堀が見つかっている。K の城では、用途と場所に応じて、石垣の仕様と堀の形を分けていた可能性がありますと指摘している。また他の場所でも、徳川時代の遺構や、 大名屋敷の門跡や海岸跡などが発見されている。また、伏見城下町には、日本初めての銀座、造幣局があった、現、銀座町一丁目付近。徳川家康が直轄としていた鉱山の主要なものとして、岩見大森銀山、田島行の銀山、佐渡金山、伊豆金銀山、日立金山が挙げられる。これら主要鉱山を直轄地とするとともに、 1601年、慶長6年、大阪より、大国常世を招きここ、伏見の銀座において、京町豆田銀、京長町銀の鋳造を開始し、全国統一貨幣として流通させた。この銀座は後に、京都、現、京都国際漫画ミュージアム付近に移された。五両のため、立ち入りができない部分が多いが、立ち入れる範囲で確認できる意向は、壇上丸の土塁、水堀、 地縁紅駅掘り北堀公園の掘り跡土橋がある。立ち入りができない部分には、魚修入り近くに石垣、石垣が残る土橋、一部石垣が残る、天守台、空堀が残る。伏見城の遺構とされる建築は、近畿地方の社寺を中心に多く存在しており、そのほとんどが、秀吉時代の遺構とされている。しかし、四月伏見城は、 地震で倒壊し、小畑さん伏見城は陛下で消失しているため、移築の伝承が事実である建物はわずかだと思われる。実際、木城の遺構であることが裏付けられている最強実脚殿も地震で破壊された残材で構成されており、少なくとも、秀吉時代の建築が乾燥する可能性は低いと考えられる。2015年。 平成27年6月18日、京都府や大阪府で埋蔵文化財の発掘調査を行う民間の調査会社、京都平安文化財は、京都市伏見区桃山町のマンション造成地において、秀吉時代の手月城の遺構が出土したと発表した。慶長伏見地震による倒壊後所在不明となっていた道場で、存在の裏付けとなる初の出土となった。出土したのは、 城の石杖となる河口岩を取材とした石垣の一部南北36メートル余りで、石垣下部の1から2段目部分。石垣西側には、最大幅7メートル深さ2メートルの並走する堀も見つかっており、堀の中からは、慶長伏見地震後に、埋却されたとみられる57、霧門県丸川ら辺や、唐草文献平川ら辺も多数出土した。これらの川ら辺には、 金箔が貼られており、金箔をし、いずれも、天守など、城郭主要部に用いられたものだという。一方で、京都市文化財保護課では、この際に見つかった石垣について、実際には、雫城の堀を埋め立てた上に建てられた大名屋敷であった可能性を示している。徳川家の小畑山伏見城については、廃城に際して、天守をはじめ多くの建物が、他の場所に移築され、 二条城天守のほか、特に福山城、広島県福山市には徳川幕府の最国陣営の目的もあり、矢倉、城門、電車、湯戸の多門矢倉、築地塀、土塀など多くの施設が移されている。なお、伏見城の建物ではないが、伏見の名称を用いた建物として、江戸城と大阪城の伏見矢倉がある。ただし、その名称から、 伏見城の遺構との言い伝えが生まれている。一区の伝承を持ち現存する主な施設を一家に挙げる。京都市立桃山東小学校には復元石垣列がある。これは1977年昭和52年6月学校付近の土地区画整理事業中に出土したものである。この石垣は絵図などには記載されていない地点で1592年。 文禄元年の築城の可能性が指摘されている。石材は花崗岩笠木山系の石が多い。またこれとは別に300個近い残石は伏見城近くにある五光宮神社の境内に保管されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。